上流プロ麻雀日本シリーズ2020司会実況の表紙達也です。解説は瀬戸熊直樹、前田直也が務めます。お二方よろしくお願いします。お願いします。それでは初めにルール説明から参ります。一発裏ドラリ、赤ドラはありません。食い単後付けあり、途中流局はなし。順位点はトップからプラス15、プラス5、マイナス5、マイナス15、3万点持ちの3万点返し、親の上がり雨はありません。続きまして選手紹介をしてまいりましょう。はい、まずはこの方、連盟会長推薦、女流プロ麻雀日本シリーズ2018優勝、魚谷由美、トータルポイントプラス 49.8、 第1位です。続きまして同じく連盟会長推薦、朝倉ゆかり、トータルポイントマイナス 47.7、 第10位です。続きまして連盟会長推薦、中田かな、トータルポイントプラス 0.3、 第8位です。そして最後は第19期女流最高位、西島千春、トータルポイントプラス 23.6、 第3位です。はい、以上4名での対局となります。対局の準備ができているようです。では12回戦を開始してください。はい、ただいま立ち会い人友武正治の合図により12回戦が開始となりました。改めまして12回戦はちいちゃから魚谷、なんちゃ朝倉、シャーチャ中田、ペーチャ西島の並び、トンの曲ドラはチーピンです。さあ、この12回戦は魚谷、そして西島千春の連戦となっております。まずは瀬戸熊さん、はい、対局の見どころとしていかがでしょうか。そうですね、西島さんが1回戦結構大きめのトップ取ったんで、はい、まあ、ここ連勝決めたいでしょうね。あとね、まあ、実力者の朝倉さんがちょっと苦戦してるんで、はい、半分を消化したんで、ここからどうするのかなっていうのに注目してます。そうですね、ここまで4戦戦ってトップが1回、4着が3回と、ちょっとらしくない成績かなといった印象もあります。トップ大きかったですね。でもね、そうなんです、これがなかったらちょっと本当に危ない感じですもんね。前田さんいかがですか。はい、この10回戦は。そうですね、やっぱり朝倉さんがね、実はここまで、まあ、あんまりらしさを、ね、出せてないので、まあ、残り、ね、もう半分なので、はい、ここはね、もう次ちょっとラストを取るとちょっと危ない感じがしてくるのでね。あと中田さんがね、ちょっとなんか、はい、気合の入った顔を教えたように見えたのでね、僕も見えました。はい、うん、ちょっとそこは期待したいなと思ってます。麻雀の対局なのに喧嘩しに来たのかみたいなそんな雰囲気でこうねいましたので。いましたね、はい。さあ、こちらがその中田です。ドラのチーピン統一はチャンス、手は勘違層の役なし闇点、これは変化を待っている。ドラドラですね。はい、ちょっとこのままリーチ行くだと乱暴ですか。順目も早いですが、いや、リーチする人もいると思いますけどね、はい、ただ、はい、嘘を引いた時がね、強すぎるんで。あとは数ピンで役あり、はい、場合によってはテンパイ外してもう一回作り直すなんていうケースもあるかもしれません。まあ、中田さんのイメージからしてすぐ即リーチはしてくるのかなと思ったんですけどね、まあ、朝倉さんの捨て牌がちょっと、まあ、三足切る前でしたからね、ちょっと想像が高いのか。あ、これはいいですね、これは理想的、嬉しい。役割テンパに変化、勘違い層の単野をドラドラ、3枚残ってますから、このままスッと積もることだってありえる。もちろん嘘を引いた場合はリーチだってありえる。シャンポン、ここはそのまま、親の上谷は2メンツです。イーソーアンコでテンパイですね。つもりさん、あー、スーアンコいった、これがロンだ。スーアンコに行くとこれがロン。なんともこう、トータルポイントがこう打たせてしまってるような。いや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 、やっぱりちょっとこれはリードを許している朝倉が厳しい。単野ドラドラ5200の上がりとなりました。いや、でも大きくいきましたね、朝倉さんも。そうですね、うん、まあ、確かに順目も早かったとはいえ、でもなんかああいう結果になると、そうですね、やっぱりちょっとダメかしらという気にもなりそうなもので、うん、さあ、トンの2曲と変わります。親は変わってその朝倉です。ドラはローピン、
マンズで一面つてきてますね。続いて南茶の中田は白が統一、メンツはなし。西島千春は初が統一、こちらもメンツなし。ん、魚谷二メンツ、ここが良さそうだぞ。ドラのローピンあたりを引いてくると打点も十分に見えてきそう。ドラのローピンはまだ山に4枚残っています。これも嬉しいとこです。さあ白は中田仕掛けていく。ドラもなくペンチャン2つ残った手ですけど、1枚目の白からね、積極的。はい、中田はこの自由奔放な仕掛けが一つ代名詞というか、いろんな形がありますからね、仕掛けのパターンが。でも守備型だと思うんですよね、中田さんって。おお、そうなんですか。やっぱりガード固めてから、良くなってから攻め出すって感じするんですよね。結構ね、攻撃型だと思われがちですけど、こちらが西島、カンパーピンを払っていく。魚谷はドラ受けができた。朝倉これ個人5戦目で、ここでラスは結構きついですよね、正直。そうですね、うまくいった。7、8、9のイーシャンテンです。ペンチーピンと6、9万さあドラ引いた、ね、これが嬉しい。ドラが4枚残ってましたから、まだ3枚残ってます。おお、本店取るかどうか、ドラ1ですからね。いろいろこうプレイヤーによって大きく雰囲気が変わりそうな手配。うん、ね、1回戦見てると本店取れそうですけどね。テンパイです。ペンチーピン、中田は白をポンしています。西島さんなんか上がりとリーチを優先して攻めてるなって感じがしますね。この手なんかでもリーチできそうにすごく見えるんですけど、両面両面はリーチでしょうね。はい、ただリハが出たらポンテン取りそうですけど、その時はリーチよりも上がりがを優先させてくるってことですね。はいはい、あとはリードした時はそんなに無理攻めしないっていうか、はい、着順ダウンの可能性がある時は行かない可能性が高いかなっていうのは見受けられましたけど、魚谷がちょっと伸びてこない。来た、来てない。これは入ったとこ、さっきも。これで両面両面。むむ。いやー、これもう初々とかもありますけどね。ローマンが一応中筋なんですけど、その次のウーマンとかが打ちづらいかもしれない。初に手がかかっている。初になりました。初打ちはこれ仕掛けですかね。いや、仕掛けるんじゃないですかね。うわー、来た。これめちゃくちゃ薄かったローマンですけどね、よく引いたな。サブロック9万、これラスハイのローマンでした。9万で上がりきることができれば大物手。行きづらい。Gピンはちょっと見た目以上にいい町なんですよ。これ三山なんですよね。打牌に行くか。うわー、強いな。ビシャーンと来ましたね。行ったね。これとなると見合ってないですけどね。見合ってない。打点と町がビシャーンと来ましたよ。うわー、桜これ押し返されるとちょっと一抹の不安残る。サブロッキーもほとんどない。9万が1枚。多分中田さんの中で5に打った相手ってのはあるでしょうね。いやー違う。でも中田もいつまでも押すことはできないぞ。これは通ってる。ゲーム2チーピンが3枚、サブロ、これで9万なくなった。これで1通の上がりがもうない、ツモがない。3万が2、あれ
ちょっと待ってください。はい。ん？これ。うん。ないの？全部ない。ローマンが1個ある？ローマンもない。しかも全部ない。メンチも出来上がってましたね。え？あら。純からか。純からです。この三面待ちが。こんなことあるの？この三面待ちが純からです。Q1 闇亭西島さんからキャッチだとお山あったんですね。そうなんですよ。西島からキャッチ。闇亭もあるかなと思ったんですけどね。高めが Q1 だよ。だけにね。でも前田さん闇亭しそう。あの一曲前のあの闇亭、ね、しそう。なんですかね。スワンコを狙った曲とかも鑑みると、うん、やっぱ打点欲しいっていうか素点もとにかく戻したいっていうことですね、うん、ポイント。なかなかねこれ闇点できないですけどね。できない。できない。うん、前田さんぐらいですよ。うん、そんなことできるの。藤崎さんもしそうですよね。なるほど。うん、いやチーピンまだ3枚ある。これ最後に朝倉が掴むとかっていう涙の現象が起こるんじゃないのかな。怖いよ。いやーいそうだね。怖い。何しろサブロッキューマはない。これで中田さんが降りてくれればね、まだ多少成り立ちますけどね。いやー怖い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 。すごい全部いってるもんな。 これ朝倉さん入ってたよ。本当ですよ。もう中田のツモ番はない。あれでサブロッキューマゼロ、チーピンまだ3枚。3枚もいる。3枚まだいるんだ。3枚は入ってるですよ。いそう。うわー、もうダメだ。最悪。やっぱり白杯亭ドラ1 3900。これちょっときつすぎますね。ただ言った中田さんが立派ですよ。うそうですね。いやそれ本当そう。だってドラなかったんですから。はい。いけない。だってあの時は1000点のペンちゃん待ちが。そうですそうです。最後はまあ待ちはカンチャのままでしたけど。親りにドムスリの言い訳ですからね。うーや。これはちょっと朝倉にとっては苦い日本シリーズに。なりえてしまうぞ。いやすごいね、今よく言ったの。多い、すごいですよこれ。あサブロッキューが欲しかったですね。欲しかった欲しかった。ただすごいこれは。いい西島千春はあまり良くない、メンツなし。だから中田さんって結構守備型なんだけど、 いけると思ったら行き切っちゃうのがすごいですよね、はい。結構自分のアドラドラ感覚に寄り添える選手ですよね、はい、この人は。あの手で E1 行ったことないでしょ。ないです。っていうか白泣いてませんもん。あれが例えばもうマンズのど真ん中の6万とかだったら、はい、まあ6万実際当たりで5万とかだったらいけたかどうか、はい、あーまあ、う E1 だからいけたらかもしれないですけどね。まだ端っこだから。うん、いやでもどうかな。上がれば優勝みたいな時しか行ったことないですよ。ドラローピンのペンチーピンですから ね本当。日本で一番待ち悪い。絶望しかない。わあ、ドラドラどうですか。いつも見たいか。3色もあるんですね。そうですね、チーソー、そうですね、チーソー1枚外されますね。親の中田ここだて狙ったらやられ、即リ打ったらやられで朝倉さん参っちゃいますね。本当 ですよ。ただ闇点だけは、はい、ああこうなると小さが痛い。頭切ったら頭がなくなる。まあでもなんとかこれなら、うん、まだまだ中田さんの闇ピンもちょっと痛いかな。いやー来た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 、いいシャンテ。いやでも一通見てそうですね、バーマン9万どっちか外さありますね、はい、もう一応いいシャンテ、うん、やっぱりストレートにいきますよね、うんうんうん。いやそう痛くなるじゃないよねこれ。やめてよ。頭はねできないときはできないから。朝倉さんの手はパーピンから入ると楽ですよね。パーピンから入れば楽、うん、もう明るい未来しかない、うん、ドラ切ってきた。テンパイかイースーマンピンフテンパイ、はい、あ違う、ヤンマンパーソーの役なしテンパイ、はい。パーソーがね景色はいいんですけどね、うん、でそこはなんかで、うん、イースーマンもに関してはイーマン自分が切っちゃってますので、うん、3万引いても振り点なんですが、まあ単用にかこれでリチュッ ュッタ、うん、ドラに動きがあるかどうかの確認でしたか、うん、
いやこれもまた行きたいですもんね。行きたいですよね、てか行きますよねこれは、はい、行きますね、うん、中田さんは大谷さんのリーチに対してはどうするのか。でも両面両面ドラも切ってきたリーチ大したことないかもなと思うかもしれない。それとももう1品いきますか。まあ3品第一打ですからね、2品3枚切れ。そうですね、ああ急いった。うん、一通イシャンテン来ました、来ました、来ました、来ました。西島もう来た。ああ、でもこうなるとチーソーやっぱ痛い。いや、行った、まあ、踏み込んだ、もうは後ろはない。たださらにパーソが良くなりましたね。初は一応缶のローマン先打って缶の可能性残してるの。いや怖いね、すごくないですかこれ。ティンパったら缶ですね。大谷さんも寒いでしょうね、全員に押されて寒い。丁寧に1は数は打つか、しごろがあるけど、ここは変える安全は葛藤巨頭。いやーのローマン切り強烈、強烈すぎる。ちょっと親の押しがきついですね。はい、周りもちょっとテンパってるんじゃないかって警戒してますよね。あー来た、これならこれならまだサブローピンの上がり伸ばしもない、はい、ただしごろが、ね、しごろ痛いですね。痛い。こうなると中田はいけなくなる可能性あるか。これはさすがに流派になりそうですね。一人の攻撃だったら初の勘も考えていたか、はい、さあ、こちらもやめ。こうなると魚谷がピンチか。しかし今シリーズ厳しい戦いが続いている朝倉ですから、まだ予断は許しません。リャンマンパーソーは残り1枚ずつ、サブローピン1、2、3、4、4、今1個減った、減りましたね。3対2はもう分かんない。じゃあ中田さんまずテンポありますね。ローマ行った、中筋行った、はい、ウーソーはいけますか。ウッパーソーはね通りそうですもんね、うん、まあ実際はパーソー当たりですけどね。はい、というかこれ西島がパーソーを打っちゃうケースあります。これ、いやこれ多分ないよね。うわー、このケースね。もう朝倉さんかわいそう。あれ統一になったからより打ちやすくなりましたね。シャンポンの可能性が少し減ったと。リーチドラ1、2600の上がり。宝珠となったのは2件リーチに挟まれてしまった西島でした。朝倉さん闇点だと3品か6品拾えたかもしれないですね。もうどうしたらいいんすか。トンの4局です。ドラは言いそう。これはちょっと悪いぞ。ドラが1枚あるが、あまりにもバラバラだ。うん、ハッシュですね。国士も見た。魚谷は一面つ、両面も豊富。朝倉はこれはもうちゃんと3色ですか。そうですね。中田、4統一。ああ、6品統一落とし。いやー、国士も見たい。ちょっと手が止まった。ローピンが3枚切れてる。ここはリアンソー。苦しいですね、ここは。本局はみんな良くないので、この魚谷がやはり間に合うかもしれない。魚谷さんだって自分の手配そんなにいいと思ってないでしょうけど、実は圧倒的にリードしてますね。
あ、でも良くなってきました。あ、でも9万か、はい、中田はシャーん、中田はペーチャですね。おお、これが嬉しい。このイーソーだけは絶対に使わなくてはならない。はい、もうリャンゾーに前切れですからね。次のリャンゾー仕掛けるかもしれないですね。そうですね、これでイーシャンテンですね。カンチャンとリャンメンのイーシャンテン、はい、中田もイーシャンテンです。リャンメン、リャンメン分岐点ですね。ここメンホンチートみたいなのもあったりしますか。まだ国史を見ながら、ドラドラ、これなら連想なくともスワンコ行くか。スワンコ含み、こうなると9万投資落としがちょっと痛いですね。ねえ、なんかもう一個来るとちょっと嫌ですね。大谷さんの位相がね、手の内にしもわれたので一旦朝倉さんチャンスかもしれない。いいタイミングで出てくる可能性ありますね、はい、でも、まあ、この段階でももうポンしますか。あ、するんじゃないですか。はい、はい、おーと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 ー、いいシャンテンです。これ実は9万ないんですよ。はい、数万の方がいい。うん、スーピーニヤマ、ニヤマ、数万はニヤマ、ニヤマ、シャーがニヤマ、嘘、六ヤマ、全部いいシャンテン全ヤマ、マジでいいシャンテン全ヤマ事件、これね結構上がるの上がるの、これ結構上がるんですよ。いいシャンテン全ヤマは結構上がりますよ。いや、これ結構上がるってそんなにないですよそうで、これね僕見たことあるんですよ。あ、これ、ま、前原さんね。あ、そう、あ、さすが。まあ大体見てますよ僕も。さすがです。そうなんです、日吉さんの実況が大体そう、これ前原さん、これやって、この方あのよ、全部シャンポン残ってて、はい、上がりましたよ、はい、1例しかないでしょ。はい、結構上がるって夢なのかな夢の話ですけど1例かもしれない。だって六山ケースほぼほぼないですもんね。六山ほんとない、聞いたことない。うわ、9万統一落としがこんな未来になるか。これ3ピン切ってほしいね。リアムピン入ってほしくないもんな。そうですね、決めてほしい。そういう時はリアンピンがね、よしよし、少なくないんですよ多分。あるかな。あ、スイッチしない。1、2、3、あ、でも実際怖いか。4、5、6、リアンピン 1枚ずつしかないですもん。8山、8山じゃないですか。はい、だからいらない、だから困るだから来たら困る。1枚ずつというかウーピンが2枚、うん、あるってことか。いや、これまだ全然いるな。全然ある、ね、こんな短いのに6枚もいるんですか。数万数、あ、うわ、この地どう出るかな。確かにどう出るかな。食い流すか、それとも、おお、何がいく、うん、違うぞ。でもちょっと順目深いからポンの可能性がありますよね。ありますね、ありますね。やめてほしい、うん、やめてほしい、やめてほしい。さあ桜、まだ食い流れてない、食い流れてないぞ。どうだ、頑張っちゃうよ。いや、食い流れそう。流れない、流れない、流れない。まだ6枚いるんだ。まだ6枚。そして、西島が、あ、まだチートリアンシャンテンか。あるよ。44車。よーっ来た、やべ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 。4山、フルです。フル。フル。フル、フル山、フルマウンテン。やばい。ロー、あ、何スーピンとした、こんな数アンコある。4山。いってか一個も、ま、流れてない。フルマウンテン、フルマウンテン、スーピン車全部ある。積もりそう、積もりそう、隣ヤウピンじゃないぞ。そんなのいらない、そんなの、一発も一発も、そんなのいらない。そう、あ、あれあれあれ、あれいいシャンテン、いいシャンテン。これリーチ打った方が良かったかもしれないですね、中田さんね。打たれちゃう、打たれちゃう。スーピンあたりはかなり打たれそうですよね。シャアはこの順目のションパイは怖いよ、逆に。でもこれ積もりますよ。ヤマ6イーシャンテンはもう2分の2でいきましょう、はい、うわー、積もるよ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 、カン、全部自分で持ってくる6枚あるのは全部私の。
シンドラ9万リンシャンパイは積もるよ一番積もるとここれが違う。あと1回しかないんですか4山あと1回しかないの。いやでもまだ4枚いる。うわ濃度が濃い、すごい。4山ですよこの順目でいけるか。でまだ誰も転廃してませんからもうみんな降りますね、はい、だから出上がる可能性はかなり低い。さあこの4山の数あんこ4万じゃなかった欲しいのは。さあいけるか最後の一杯4山のまままだ4もう4分の1ですよこれ。いけるか。うわあれてい違う。かあここだった。3枚もワンパンに入ってる。うわ本当だ。うわ山6の数アンコイーシャンテンは上がれないケースも存在しました皆さん。 50% だかぁ。中田の一人転廃で流局。中田もね今これ3戦目でちょうどプラマイゼロぐらいですからこれ上がってね上位に食い込んでおきたいとこだったですけど、まあでも見せてくれました。でも今リンシャンで一番積もるとか言ったのも2人しかしないです僕とニヒラさんが全部バラしちゃう。ちょっとワンパイ崩れましたけど大丈夫そうですね、はい、でもなんかリンシャンからスワンコって結構積もる気がしません。いやだ、まあ正確なデータをもう印象値だけでもうあれだもんね。イメージ実況した時のことしか覚えてない。イメージ実況もう自分の実況でこう何回こうねこう見てるのかわからないけども家ででも中田さんは僕がプロクイーンの時にスワンコと思ってるんですよね。プロクイーンの実況やった時に。いや役満もねたまには遭遇しますよね、うん、でも今のは本当上がりそうでした。上がりそうでしたね。おー、1問切るの？うん、おー、3色だ。やっぱり役満って数あんこが一番出やすいんですかね。プロの対局が一番多いんじゃないですかね、あと国士と。そうですね、国士はやっぱ警戒しててもね、転廃したとしても相手の町ね、絞れないですからね。そうですね。やっぱり第三元とかが意外に出ない、意外とプロ対局だと第三元はやっぱり警戒されるんでね、手の中で3連敗みなあんこってわけにはなかなかいかないですから、はい、やっぱり風浪が絡みます、はい、やっぱ1個あんこに、せめて、ね、なってれば、はい、まだあれ上がりやすいですけどね。あと普段泣かない人がね一泣きしたら警戒されますよね。そうですよ。その打ち筋からも なんだと。まあ役満ですからね非常に惜しい、トンの4局でした。役満はやっぱいつでも見たいですね。見たいです。いつでも見たい。いつでも見たい。誰の役満でも応援できます。もう勝負関係なく見たいですね。僕同卓中は嫌ですよ。あこっちこっちサイドこっちあこっちサイドね。ああそういうことですよね。天杯ドラキュラか。おリーチとそのまま。そうだね。これは意外と裏筋が存在するパターンですね。ドラ切りなんで。これも親番形良くなったが。現物の一層になりましたか、うん、まあ、西島チュアルはリーチをこううまく使ってきますよね、まあ、とにかくリーチ多い選手だと思いますね。もう一回いそう。もう安全牌ないですからね。ここは嘘、まあ、まっすぐですね。6級ピンはこれ残ってますね。2枚使われてるだけで倍1山5。いや映りないか。
の山荘も通っていない親の魚谷、魚谷さんあんま行かないような気がしますけどね、トータルポイント見て、はい、ここは筋のパーソンっていきました、はい、後筋のパーソンよりさ今宣言牌のパーピンの方が行きましたね、はい、まだチートで粘ろうっていう感じですかね、なるほど、まあ、ウーピンドラでなかなかね、宣言牌でカンパーピンのリーチって3色とか絡まないとないですからね、うん、確かにそうですね、はい、まあ、自身の上がりの可能性はまだ消したくないぞと、ピンが全然顔出しません、うん、まだ山にワンサカ残っています。5枚いるんですか。5枚ですね。中田がイシャンテンキープ、前順数層切りましたが、ここは今通ったリャンマンと入れ替え、まあ親が対応してくれれば西島さんとしてはね、はい、うん、一つリーチ成功と、はい、成功ですよね。9万ぐらいいきますか。あ、9万いった。いや、この押し返しはちょっと怖いぞ、うん、メンタンピンドライチ、ただあローピンがこれで1枚流れる、うん、中田さんいいですね今日ね。そうですね、うん、きっちり押し返してますね、うん、あの印象的だったカンチーピンで上がった曲もありましたし、はい、自身でもこう乗ってる感じはするかもしれませんね、うん、あまり西島時間かかるようだと来るぞ中田が。お、イーシャンテン、イーシャンテンだ、ポンテン取った、ポンテン、イースーチーピン、そして魚谷もタンヤオのイーシャンテンですよ。3万現物でした。ドラドラ、あ、3万取ってないか、失礼しました。あ、行った、うん、来ますね。ドラが3枚見えたってこともあるでしょうね、うんうん、あ、テンパりましたよパンパーマン。ここはドラなしか、9ピン、しかも一番打ちづらい9ピン、スビン打ちづらいですもんね、これは打ちづらい、打つ価値がないですからね、自分の手のつもだ。いや、まだ十分にこの6球ピン山に残っていました。ローピンのつも上がり、リーズもピンフ、700、1300の一本目の上がりとなりました。さあ、トンの2曲と変わります。親は変わって朝倉、自身5戦目、現在第10位の12回戦はここまで4着目と厳しい戦い。ドラはシーマンです。ドラメンツができてますね。あ、悪くないですね、2、うん、メンツできてま す, いいです、ね、いや、ここ踏ん張りどこですね。これはいいですね、はい、うん、最低でも2600ホールぐらいに仕上げたい。こちら中田ソーズで1メンツ、ドラが2枚、いいぞ、これもいい、うん、こっちの方がいいな、いいですね、はい、さあ、これは朝倉対西島という手配の形に見えます。おー、中田は数万を切っていく、うん、まあ、1日3か本位使ってとこですかね、うん、いずれにしても高い手にしようと、はい、中田、うわ、こっちか、6、7、8もある、うん、ちょっとこの手を朝倉流されると
ややこの後半戦に向けて厳しい対局が続くかもしれません。これを終えると3戦しかないんですね。そうなんですよね。で5戦中4ラスとなると、はい、やっぱ現実的にはかなり難しい状況には追い込まれますよね。たとえ最初のカットライン逃れたとしてもきつい戦いになりそうですもんね。イーシャンテン、ドラはもう山には残っていません。ああ、いいの引いてきた。もうこれならもう9ピンとかでもいいですもんね、うん、引く牌が。G1 はないんでね。G1 ないです。はい、さあ、愚形ながら1ついちゃって。そっか、確かに。はい、2ピンとかウーピン切る手があるっていうことですもんね、これ。前田さん何切ります？僕イーマン切ります。イーマン、はい、差し子を逃さずですね。2万と馬を2回引くのは、はい、テンパイはしそうですけど、ちょっと、はい、あどうする。いやー、嫌な攻め方してくる。徹底してる。今のだってね、キューピン切って待つ人もいますもん ね、 いますね。そうですね。うわ、失敗してたわ。ウーピン切ったな、多分。瀬戸駒さん何切ります？僕も E1 でしたね。E1 親というのがやっぱ大きいですね。へ、親でドラ1なんで最低打破点は確保できるかなと思って。これめっちゃいますね、6、9ピン誰も持ってないですね。倍1ですか、9が。そうですね、親、あ、6と9が1個ずつ、1個ずつですね。ただ4山、はい、どっちで上がるかで相当ですよね。相当の差がある。おー、行きましたね。朝倉も9ピン止めれません、うん、おそらく宝珠になる、掴んだら。9ピン なかなかね、これ9ピンのベタンリーチいけないですよね。あんなね、スッスと選んでやってましたけど、うん、なんか中盤切りやみても存在しそうですよね。そうですね、9の方がこぼれそうだから。僕多分中盤切りやみてになってると思いますね、はいはい、うん、なかなかでも他の両面になりづらいですよね。まあまあそうね、3色崩れてしまいました。これってのはないですけど、あれ、大谷さんもイーシャンテンですよね。朝倉もイーシャンテン、張り方によっては出てしまうかもしれないですね。いや、危ないですよね、うん、大谷確かにこれチーソー入ったら打つかもしれない。両ピンも通ってない、やめ、うん、まあ、この辺がねしっかりしてますね。そうですね、隙ありません、はい、中田さんもイーシャンテンですからね、はい、ローピンが2枚ん1ローピンが1枚と9ピンもあと1枚になりましたか。ローピンなくなった、でも高めしかない。これでないとなると朝倉にもチャンスでできたか。まだテンパない。どう、まあ G1 はワンチャンスに見えてるんで、うん、の割にパーマンと9万全然出てないぞと、はい、6-7とかから G1切りないわけじゃないんでね。うん、ただウーピンも通ってない。うん、もイーピン切るのはちょっとあまりにもテンパイ難しくなりそうですもんね。ウーピンだ。いや、一番切りたいのはパワーなんですよね。ここはウーピンになりました。あー、なくなった。あ、うわー、あった。ワンチャンスだ。ワンチャンスだ。打つ合いなかったってことか。逆転だ、これで。おお、リーチ3色、ドラ1、8000点の上がりです。ちょっと手詰まってましたね、中田さんが。シートイ模様で重なってるパイがたくさんありました、はい、さあ、何の3局です。西島逆転に成功。ドラは小さそうです。
ちょっといい手とは言えない。西島は2メンツ、魚谷は初が統一、総図でメンツができています。あ、親が落ちましたが、朝倉これはチャンス手ですね。メンタンピンドライチあります。ありますね。3色もね、見えなくないですね。はい、3人が3万点台で競る中、ちょっと遅れを取っているが、これを上がってオーラス勝負に持ち込みたい。魚谷はすぐ上に2人いますから、初をポンすることも考えられるんでしょうか。西島さん、あっという間にトータルトップに近づいてきましたね。さっきの試合とこの試合で。そうですね、はい、魚谷のこの回の着順次第では。そうですよね、逆転でトップに立つこともあり、はいはい、ありますよね。ドラ受けのペンチースを払います。白とペイはどちらも自家あ役牌本一ですか。ボロチ6チップアとかもありますけどね。うん、ここは急走、はい、まあ穏やかに打っていく。魚谷がイシャンテンです。あ、これも痛いですね。痛いですね。ちょっとね、ローピン1枚外すとかね、はい、ありましたよね。ゴロチ6、7、8見ながらローピン1個浮かせて、はいはい、朝倉さんはやっぱり手薬結構見る人なんで、どうしても途中ね6ブロック進行が長くなっちゃう時あるんで、うん、おー、リャンシャンテン戻し、初のポンはする気ありませんと、うん、1枚目の初はスルーしてました。魚谷ここでねローピン外せてるとやっぱ想図に回ることもできたんで、うん、ちょっと痛かったですね。ですよね、目本射ってなってますもんね、はいはい、なってますね。これはダブなんです。いいシャンテン、うん、一通の含みもありますもんね。はい、これは安全度ですね、まあ、はい、あと一応イーソー伸びたら本一がないわけでもないですね。重なりだと不利点ですけど、まあ相当苦しいですけどね、想像下伸ばすのは。はい、うーん、これはちょっと重い。一旦取ります。何ポンで貼りますね。自分が重ねる、おお、こっから本一が遅ればせながら本一。こうなると中谷チャンスが出るか。うん、チーマのポンだ。トイトイのイシャンテン。チーマがなくなると西島、おっと、でもこれでチーマを、はい、があまり苦しくなくなった。スチマに変化。ドラのチーソーがこれ三山、ドラがまだかなり山に残ってるぞ。これで面本のいいシャンテン、これポンテンですね。これで三層数万トイトイの天杯。面本いいシャンテンじゃない、面本いいシャン、うん、違うね、あ、リャンシャンテンですね、はい、失礼いたしました、うんうん、トラップこれはまだすぐには天杯にはなりませんね。はい、これはちょっとイーシャンテンがきつくなった。
中田の連チャン濃厚か。数万は山には残っています。3走これでなくなった、はい、まあただ出ることもなさそうですが、そうですね、数万もないですもんね、ここ2万あるんで、はい、お、フリテン持ってきた。でもこれテンパイ逃したっていうことですよね、裏を返せば、ね、はい、ただイーシャンテンにはなった、白がなくなった。粘りたい。白を打つか打たないか。いや、白は打てないですね。パーソー 白短期をなんとかって感じじゃないですか。うん、これペイはで、まだ1枚います。で、チーソーがまだ2枚あるんですよね。これ全然チャンスありますね。ありますね。中田のシャンポン待ちはもう山に残っていない。ペイがここに来た。もう出ません。次が配定です。の点、何の3曲は中田の一人転敗で流局となりました。再び逆転ですか、これですかね、はい、接戦は、中田と西島です。何の3曲、一本馬、ドラはパーソー。うん、いいですね。いいですね。両面が非常にたくさんあります。さあ西島一面つ、両谷は両面二つ。あ、苦しい、きつい。ちょっと嫌になっちゃいますね。やっちゃいますね。毎回ラス目でハイパイ開いたらきついってなると、はい、でもなんかそうなりがちですよね、ラスにいるときって。毎回きつい、どうしようもないなこれみたいな。特にね、トータルポイントきついんでやっぱ焦りますよね。うーん、トンの一曲からちょっとね、大物手を狙おうという中からまた宝珠が生まれてしまったりすると、やることなすことうまくいかないなと、精神的にも削られてきそうな対局が続いています。ああ、もうなし。ただドラがパーソーですか。はい。三蔵とか切りますか。はい。これドラ重なりがあるんですよね。三山。ただチーソーがもう山にない。うん、ここに一枚。さあこれでピンズが両面に変わります。ウッパーソー固定、ベンチーマンは一つ嬉しいところですが、まだ根っこ残っている。ゴロチと一通ですよね。そうですね、楽しみはありそうな手配に見えます。これでイシャンテン、両面と三面ちゃんです。親の中田、フリテンですけどね、キューピン。そうですね、2巡目にキューピン寄せています。はい、朝倉難が重なります。ドラのパーソーが手に1枚。ああ目いっぱい受けていればと。まあそうですね、中田さんもねちょっとね迷ってたとこあるんですけどね。
終盤に入りますが、まだ誰も転敗はしていない。転敗だ。パーソン間に合っちゃった。あー本当だ、重なりが一応ありますね。あー1枚減った。これでパーソーがあと1枚、中田のパーソーがもうめちゃくちゃ危ない。チーソーが山には残っていない。ウーソーも2枚残っている。うわー、あっさりラスハイのドラ。6枚いきますか。ブンっていきますか。いきますか。まあ守備的にいくなら、はい、ローソーが一応現物。そうね、でもロースを切ったら上がりは難しそうですもんね。パーソーローマのシャンポン残して、そうですね、イーソーが3枚取り、あーイスチーソーチーソー、あーイスチーソー信用できないプラス現物、うん、チーソーが中田の目から2枚とイーソーが3枚、はい、スーソーも2枚見えています。ちょっと枚数以上に形は苦しかったイスチーソー。とはいえこのシャンポンで、ああ3ピン行きましたもんね。来ましたね、はい、上がる上がるためのシャンポン待ちってことですね。ウーソー1枚あるんですね、まだね。ウーソーあります。ウーソーさっき2枚あったんですけど、あ、1枚流れてますね、うん、残り1枚。おー、マンズリアン面に変わった。ウッパーマンがでもフリーテン、順目は深くなってきている。中田が追いつくかどうか。西島のウッパーさ、ウーソーがあと1枚。そのあと2回、転敗だ。転敗だ。振り手なんですよね。うん、じゃあ安全な方を切りたいですね。どっちもきつい。リーチいったローマンとパーソー、ローマンが1枚かな。ウーソー1枚対ローマン1枚。あ、1対1、1対1。面白い。ウーソーなくなった。なくなった。1-0吐いて、うん、痛み分け。中田、西島の2人転敗で流局。トップを巡る争い。しかしその背後には魚谷がつけています。うん、中田さんもね、結局イースチーソー引いてないですからね。うん、うんうん、まあ折り合いはつけやすい。そうですね、上がりに逃しはなかったですね。はい、ドラは3走です。京卓この接戦だと少しね気になりますね。誰に聞いてる。世間の皆さん。あ、魚谷はこれちょっと欲しいですよね。こうなると28,700点。まあもちろんね、ないに越したことはないですけど、うん、ここで無理して、うん、あんまり意識してない。そうですよね、うん、あんまり意識しないタイプでしょ、ゆうさんも。そうですね、でも、うん、これは多分僕はしちゃいます。魚谷のところに座ってたら、これ2人にどっちかに取られたら、うん、お、ちょっとトップ難、まあ別にトップに絶対トップっていうゲームじゃないんですけど、はい、取られたらトップは難しいだろうなっていう意識は働いてますね、うん、初重なった、ドラ重なった。朝倉手の形が悪くない。中田は両面多い。朝倉さんはここで万貫ぐらい上がりたいですね。
マンガンありたい、はいはい、そうすると2着まで見えてくる。うん、急走の統一に手をかけたドラ。いや中田さんがいいな、伸びてきてましたね。おちょこれは嬉しい、ま、これはどれを泣いても一応役がつきますね。そうですね、そしてシャー2枚目だって泣きますね、全部ポンですね、はい、じゃあ、うん、朝倉さんもいいシャンテン、はい、で魚谷もドラドラですからちょっと手ぶつかるかもしれませんよ。さあ、うわこっちもいいシャンテン、みんないいシャンテンになった、みんないいシャンテンです。6、7、8が一応ある、馬切った、両面に変わる。あーこれ流派でいつ出てもおかしくない、今打つかもしれない、カンパーマンのターツがあまりにも不安、先にローピン絡み合ってる、天敗だ、ドラ受けの天敗、リーチある、リーチですかね、リーチいった、うん、3層が1枚とロー層が2枚、そしてカンウマンからチー、イーシャンテンからイーシャンテンのチーですね、何ポン、ガチャガチャしてきた、ガチャガチャしてきた、ロー層だ、あそうだ、持ちすぎた、裏ドラはありませんが、このゲーム供託を回収したのはこちらの朝倉でした。リーチピンフ2000は2600の上がり、これはトップ争い熾烈のままオーラスに突入します。ウーマンチ意外でしたね、ですね、イーシャンテンからイーシャンテンで、はい、したもんね、うん、さあ何の4曲、ドラは初、親はこちら西島です。お、いいんじゃないですか、わ、初ドラですよ、あー、ドラドラ、最高最高、これは悪いけど、純ちゃん三色、朝倉はせめて三着、万願つも上がり欲しいが、これも楽じゃない、しかも次の中田さんのハイパーにドラが1枚入っちゃってますよね、いいペーコーできてる、いやしかもこれはドラ打つ可能性ありますね、あります、上がればトップなんで、ただどのタイミングで出るかがとっても大事、はい、中田と西島はもう大接戦です。魚谷もマンツモでトップですか、そうですね、うん、はい、まん、あ、つまらないじゃないですね、はい、もしかしこちら時間かかるかもしれませんが一応種はありますね、もしくは中田さんからの漫画ですね、うん、魚谷さんはまあ別に、別にいいですか、まあ、3着でも、はい、うん、3万点持ってれば、うん、そうですね、ラスにならなければいいなみたいな、はい、うん、イメージで打ってるかもしれません、はい、傷を浅くして終わりたいですね、このハンちゃんは、あれ来ましたよ、そう、浅くしてる場合じゃないんですよと、朝倉さんもこれで3色が見えた、ただ風呂するかどうか微妙なラインですよね、うん、確かに、うん、あれこれはこれ2刺し見るんだったらローソンもありますね、スーピンもありますか、うん、あーりゃんまん、うわー、パーパーときた、じゅんちゃん、ちゃんた3色で、違う違う、3色ができちゃった、すごいな、これもうこれリーズボで漫画じゃないですか、どういうテンポで泣かないですよ、泣かないですね、泣かないです、はい、うーわ、パーマンパーソーって引きます、いや、出上がりでにトップじゃないですか、じゅんちゃん3色になれば、そうですね、リーチ打てば、はい、魚谷も思えば11回戦オーラスで茅森の親かぶりでヒュッとなんか2着に上がってたんですよね、そうです、ここもなんかいきなりヒューヒューヒューと手が伸びてきた、伸びてきてる、伸びてきてる、どっちがいいですかね、マンズ E1 短期の方がいい、 E1 短期、あーでも2枚目切られた、2枚目切られた、あーそっか、言いそうあれなんですね、はい、頭なのか、じゃあペン3番だ、ペン3番よく見えるんですね、あ、ただ言いそうなくなった、え、言いそうなくなった、そしてリャンゾンもない、リャンゾンもない、じゃあもう3層重なってでいいです、しょうがない、しょうがない、話はつけるそこで、そこで話はつける、妥協は、他も出ないもんな、リーズもで OK ですもんね、うん、そして朝倉も6、7、8のイーシャンテン、あー、言いそうなんだ、いたいた、これが瞬間ない、朝倉からすぐに出ることはなさそう、あー、これで単葉もいらないというチーピン切り、でも
魚谷これイーソーから変えます？めちゃくちゃよく見えちゃうんですけど。いやーこれイーソーよく見える。これイーソーでしょ。あ、変える可能性ないですよね。西島さんからリーチ入った時の朝倉さんが怖いですね。そっか、はい、親源、はい、いやこれ変えないわ。変えないよ。変えようがない。変えようがない。ドラはどうでしょう。ドラでもドラ切るかもしれませんね。ドラも変えないですね。ただドラで、流派ポンになった時に朝倉さんがまた椅子を取り取ろうとして入る可能性が若干ありますね。うん、でも朝倉さん行きそうですねこれ。万願積もって三着ならもうこの形で、はい、単葉の変化があった時に椅子椅子っていうのがあるかもしれません。うわぁ、ディアンウピンコテ、ウオタニさんピンチ。そうですねこれだって全部ポンって、うん、あー来た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 、あリッチだ、カンチーソー。これでもイーソーが、魚谷これでイーソーの上がりがもうない。ないけど逆にいいから結構いっちゃいますね。いきますね、これはいきます、はい、そして朝倉のチーソーが、はい、涙のゼロ。うわー、じゃあ西島さんチャンス、いければ西島しかない、もう上がれるのが今。ただいかないもありますよね。もう浮いちゃってますもんねトータルが。そうですね、ウーソーポンいったりゃん。チーソーは危ねえ。あ、数層現物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 、イースーマンでリーチがある。いや、フリテン、なーにだから E1 切るかどうかですよこれ。そっか、なんか朝倉に打っちゃうとってことですもんね、はいはい、相当半数下げますけどね。いやー、いきそうだなこれ。いった、ラス返り水、これは自分の着順アップを狙う。リャンウピンは、ちょっと待って、中田が1個持ってるだけなんですけど、これどういうこと。ちょっと待って、1、24対0対0 4対0対0 4 しかも2人が止めれない。あー、三層短期三層短期受けれない。4山だ、これは大チャンス。4山でも中田打つことないですよね。通ってないですから、だから2人が危ない。いや怖い。どっち打ちますか。嘘噛んだ、ウーソー噛んだ。おー、アグレッシブ噛んだ。カカン、リン、シンドラ、シャー、リンシャンは、へぇ、すごい、すごいですね。すごいですね、すごいですね、すごい、すごいというのはどういうすごいでしょうか。自分のウーピン、だってゼロだもん。いや、そうですか。いや、このリアンウーピン確かにもう1回でも積む番を増やしたいってことですよね。自分の上がりを目いっぱい見た。いやでもここのこういうところのハートの強さすごいですね。本当ですね。伊達に3連覇してないって感じしますね。もう自分に得意なことは全部ちゃんと観光していくというか、なんか押し引きの基準面白いですよね。いやー、これで中田からもかなり離れましたよ。はい、朝倉がやはりきつかった。相当厳しくなりましたね。これは相当きついですよ、うん、残りの対戦数とかも考えると、うん、もうあとないですね。さあ西島中田との差を1万点ほどにして、連チャンです。トータルシーンになりましたね。なりましたね。きゃあ、悪くはない。万願積もが見えるかどうか。この半長中田もかなりね充実した戦いを見せてたんですけど、うん、そうですね、はい、西島に捕まる格好となりました。魚谷も楽ではないぞ。まだマンツモで着順アップがある。今日は2連勝で締めくくりそうですね、西島さん。まだ対戦ありますか。いや、今日は終わりですか、はい、あ、ないですね、はい、うん、これはちょっと足取り軽く変えれそうです ね、うん、ですね、スキップでもしながら、はい、いいシャンテンですが、満願のつも上がりの条件はちょっとまだ今のところ満たせてない。ただ中田さんも満願つもでいいんですね。そうです、満願積もでトップ、はい、魚谷も満願積もで2着、はい、ちょっと手材料が少ない満願まで。そうですね、
魚谷も、まあ、ドラーを引いたりしなくてはならないですし、うん、形がとにかく厳しい。中田は9万の統一落としが入ればまだ可能性はある。あ、はい、うん、ドラの両ピンがまだこれは朝倉に1枚あるだけ。朝倉が晴れ満の可能性ありますね。これありますね。晴れ満差しになればでもダメか、うん、ダメっていうのは着地が悪い。でも大事ですよね。はい、うん、まあ次節以降に向けて、はい、次の対戦に向けて素点を戻しておきたい。あまり手組んでないですね、西島さんも。まあ、チートイツを見ながら、ダメならちゃんと守ろうと、はい、うん、これはもうメンツでは完全に見切りました。でイシャンテン、まあ、西島にとっては周りの手が進まないこともトップがどんどん近づく。おっとっとっと、テンパイです。二刺しの変化があるが、おー、リーチ行きましたね。ここはそのままスーマンとパーピンのシャンポン待ち。まあ西島からしたらどうぞ上がってくださいですからね。ああ、でもこれドラドラになったら行く可能性ありますね。可能性ある。このシャーって通ってないシャーですもんね。シャーチャーの西島に向けて1枚切れのシャー打ってますから、うん、ああ、これで現物のチーソーありますから、これまだやる気ですね。はい、恐ろしい。ニャンピン2枚ありますよ。いえ、じゃあちょっとあスーマンとパーピンはスーマンが1枚だけ。これは西島の追いつきがある。ないか、打つ合いがローマンがあるか。抜いた。テンパイ、カンローマン、タンヤのテンパイです。ドラ間に合ったっていうか、シャア重ねられてたら、まあでもまあ難しいですけどね。まあ、まあ最初に3枚いくの難しいですよ。うん、6万切りリーチなんで、はい、それこそ本当にね、2差しの3色狙ってた手配なんで。そうですね。カンローマンはリーチの現物ですよね。これは場に2枚切れ、山に2枚、2枚、うん、まあ上がっても着順の変動は起こりません。ここまで来たら丁寧に打つか。はい、リャンピンは通りますけどね、ドラですけど。下茶の魚谷も警戒しますね。はい、リーチいった。この現物が出てこないっていうことはあるんでしょ、うん、っていうことですか。ね、山にあると見ましたね。うん、実際に山。はい、いや、これ分かったら見事ですね。出てる2枚以外はもう山ですからね。いや、これいい判断ですよ。しかも親が降りたのを察知で。なるほど。上がりああ、でも、闇見てんならチーマンとかやれた。麻雀というゲームの、なんともこの寂しいところ。朝倉の上がりです。リーチ、タンヤ、オドライチ、5200の上がりとなりました。さあ、この上がりで12回戦が終了しました。さあ、12回戦は連勝となります。トップから西島千春、続いて中田、魚谷、朝倉の並びで終了しました。続いて13回戦です。